トロピカルビーチは、沖縄県儀の湾市の儀の湾海浜公園内にある人工海浜。平成18年4月1日に、財団法人儀の湾市公共施設管理公社が解散し、アクト総合サービスに管理が異常した。2018年4月1日から、儀の湾市の儀の湾海浜公園と指定管理者選定、党委員会における審査により、 羽衣 PM サービスが5年間の期間で指定管理者となった。市街地に隣接し、主要幹線の国道58号からもほど近く、沖縄コンベンションセンター、ギノワ湾海浜公園、野外ステージ、ラグナガーデンホテル、ギノワ湾マリーナ、ギノワ湾旅行など各種施設が集まる地区にある。東、シナ海に面しているため、海に沈む夕日を楽しめる。 砂浜建設の際には、粒子の細かい砂を導入し、また、防波堤を大きく作って、砂の流出を防いでいるため、エメラルドビーチのように、ビーチサンダルなしで歩くと、足が痛いような状態には、まだなっていない。漂着ゴミも少なく、ビーチサンダルなしでも歩ける。遊泳域内は遠浅に設計されているため、沖側の限界近くまで大人なら足がつく。 ハブクラゲ防護ネットも完備。また、防波堤により波は、ほとんどなく、小さい子供にも安全であるが、那覇都市圏内にあるためか海水浴客の中心は、ファミリー層よりも、若年層が多く、隣接する在日米軍の関係者も多い。沖縄の子供たちは、学校帰りなどに、ビーチにより、服を着たまま海に入る習慣があるため、 服を着たまま泳いでいる人をしばしば見かけるのも、リゾートホテル施設のビーチと異なり、特徴的。砂浜部分が広く作られており、ビーチバレーやビーチサッカーなどのビーチスポーツが楽しめる。また、ビーチパーティー施設が傍聴堤上に並んでおり、海水浴客のみならず、地元の人たちの屋外宴会にも利用されている。海に突き出した、防波堤上には舗装された。 散策路が作られており、海水浴客以外の利用者も見られ、周辺の公園も含め、ランニングやウォーキングをしている人も多い。沖縄都市モノレール線、小島駅、コンベンションセンター前はス定下車後、すぐ。ギノワン海浜公園等指定管理候補者、選定結果について。ギノワン市。2019年12月4日閲覧。指定管理者変更のお知らせ。ギノワン市。 2019年12月4日閲覧、ありがとうございます。